ス。さて、今日の戦術講義だが、本日は音を立てずに人を殺す7つの方法を教える。うへぇ、殺すんですか人を。来たるべき日に備えての仕込みだ。ちゃんとノート取れよ。はーい、了解です、少佐。いやはや、なんかえぐい講義になりそうで。アーメン。ワクワク、ほいほいと、ドーン。あー、まずは手持ちの武器が一切ないと仮定しての徒手状態におけるその方法。こんな講義が。何ぶつくさ言ってんの。当たり前でしょ、あたしら兵器なんだから。とは言いましても、こないだのジャングルで食べられる非常食100選の続きだと思ってたので、心の準備が。歩兵ユニットのあんたがなざまでどうすん。いや、わかってます、わかってますが、なかなか。そこ、事後は慎めよ。はい。できうることなら、私もソーカさんみたいになりたかったです。そりゃ無理無理、航空ユニットはほらエリートだから。マッハで飛ぶ大空にはこういう悩みはないんでしょうね。黙れと言ってるんだよ。すいません。はあ、怒られてやんの。今日の講義は歩兵ユニットの君のためにやってるようなもんだ。そのあたりご理解していただきたいものだがな。はい、と言いますか、少佐。ん？アイゼンのやつ、歩兵ユニットは嫌だってほざいてます。私にはいまいち向いてないと言いますか、戦闘のこと考えると気がドヨーンとしてきちゃいまして。つーか、ウキウキするやつはあまりいないでしょう。一撃必殺、針金にそんな使い方があるなんて感動。今日の講義はとっても面白い。でもないのかしら。気持ちはドミノ理論、心はジャングル戦なんです。戦う前から心に傷を負ったブルーな機関兵気取りが。あえて言うなら、ほほう。てめえ、ふざけんな。少しは真剣になれ。すいません、北ベトナム軍兵士さんの苦労も知らず。そこまで言うなら、トライアル開始前にやった君の適性検査結果を改めて教えてやろうか。はい。空間的関連性の直感的把握能力不足、情報処理能力不足、数学的基礎貧困。おほう、ダメじゃん。いやいや、いいところだってあるぞ。へへー、ですよね。反射作動時間適正、有料、視力聴力良好、体力耐久力極めて有で、
ってどういうことでしょうか。教えてほしいか。ぜひ。自分の指を感情するのがやっとこさな体力バカということだ。かくひどいです。どう考えても君の適正陛下は歩兵しかない。腹決めるんだな。どうです。わかりました。私は大地を踏みしめて生きてゆきます。ほら、やっぱ適材適所ってやつでしょ。航空ユニットは私みたいなエリート御用達、スペシャル陛下なんだから。エリート御用達ですか。敵がインレンジに入って10秒で蹴りつく世界よ。あんたみたいなトロイのは向いてない。ないお得ユニットになりたかったです。私も
話をねじ曲げて。ああ、確かにそうね。高みの見物。え？安全圏からアタックかませるやつに今日の講義なんて必要ないかもね。ちょっと姉さん、バカアイゼンの尻馬なんかに。近代戦争では航空ユニットが多くの悲劇を作り出す。なぬ？都市の無差別爆撃、生活インフラの破壊、エトセトラエトセトラ。怖いのです。ちょい、人聞きの悪いこと言わんでよ。あんたたちだって同じでしょ。自走砲は人に向けては撃たないのです。なぜならヒューマニズム兵器だから。嘘だ。いや、戦車砲も人に向けて撃つもんじゃないし。プププ、いくら言い張ってもソーカちゃんだけなのです。無差別殺戮兵器は。無差別殺戮兵器。この十字架はソーカさんみたいなエリートにしか背負いきれないでしょう。ナムナム、アーメン。うきー、違うって言ってるでしょ。つーか、ひそか、あんたはどうなのよ。はい。あんたのメイン兵器は潜水艦でしょ。はい。それと水上艦艇を含んだ艦艇変装一艦です。ウルフパックとか非武装の民間船相手にエグい無茶を9世紀からやってんじゃないの。うん、どうなのよ。そうですね、攻撃型潜水艦や対戦装備を持っている艦艇は相手にしたくないですね。反撃が怖い。ほらほら、だから私だけじゃなくって。仲間。はい。無差別虐殺兵器仲間ですね。げっ。二人で歩く冥府窓、死体で埋め尽くされた修羅の散歩道。ソーカちゃんとヒソカちゃん、人類社会の敵なのです。おお、怖っ。追い打ち。私たちに対する非難は